1994年の近鉄バファローズでは、1994年の近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、鈴木刑事監督の2年目のシーズンである。この翌年のキャンプ中に、野茂秀夫がロサンゼルスドジャースと契約し、メジャーリーグに移籍した。前年の4位転落を受け、鈴木監督はそれまで切り込み隊長だった。 大石大二郎に変えて、匠、正弘を先頭打者に、また三塁レギュラーの金村義明に変えて、中村則弘を抜擢するなど、若手主体のオーダーに切り替え、外国人も、残留のラルフ・ブライアントと新入団、リー・スティーブンスに一新して、シーズン開幕。西武との開幕戦では、不動のエース、野茂秀夫側やノーヒットノーランの活躍を見せ、9回、裏まで3対0と西武をリード。 しかし、西武打線の反撃で満塁にされると、鈴木監督は野茂に見切りをつけ、守護神の赤堀元行を投入。しかし、赤堀が伊藤勤むに千本アンダー目となる逆転、サヨナラ満塁本塁打を打たれる、最悪のスタートとなり、それを引きずったチームは6月まで、ビリクラス生活が続いた。しかし、7月以降は、 直近21を稼いで借金を返済し一気に優勝戦線に参入。5年ぶりの優勝が期待されたが、野茂が後半から右肩痛で投げられなくなったのが響いて優勝争いから脱落。最終的に西部の5連覇を許し、オリックスとの同率に入れ、鈴木監督の2年目は終了した。投手陣では野茂の離脱という誤算があったが、 山崎慎太郎や高村優が、打線の援護に恵まれて、勝ち星を増やし、開幕戦リリーフ失敗の赤堀も、守護神として例年通りの成績を残したもののチーム、防御率4.24は、リーグ4位。打撃陣では、不動の4番、石井博士郎やブライアンと、この年入団のスチーブンスが開幕から打ちまくり、チーム本塁打169本は、リーグ1位で、 701得点もリーグ1位を記録した。シーズン終了後金村は FA で中日へ移籍し、伊手前打線の世代交代が一気に加速する。色付きの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。